あ、一部と全部という曲を今歌ったんですけど、それにコメントがありまして、で、これは僕のために歌ってくれたっていうね。これはね、すごい嬉しいことですね、一部と全部。ね、なんかね、まあ僕から説明することないけどね、まあ歌詞を検索すれば出てくるんだけどね、大体の意味はなんとなくわかるんだけど、でも、でも言いたいことわかるなってね、これはね、僕もかなり深い曲なんでね、僕も思い入れがある曲なんで、一部と全部歌ってね、これは。もう一人の相方みたいなのが、まあ相方っていうの固定してない。一回ちょっとデュエットみたいになって、弾き語りしてもらってね、向こうはすごい前からね、それ辺はできちゃうからね。僕はそんな弾き語りってレベルじゃないからね、そこまで言うほどできないけど、弾けないけどね。録音、基本的に録音しか、ほぼ、録音ですらちょっと、だから適当にしか弾けないから、根幹的に。だから、なんか思い出があるな。すっごい、もう多分一生ぐらいは思い出があるぐらいの曲だから。これに関してはね、すごいなーって、なんかいろいろ、つながってくるなーって思ったけど。まあでも、登録者数減るんだよね、これでもね。こういうこと言っとってもね。これいいこと言ってるんだけどな。いいこと言ってても、どんどん減っていくっていうね。